今日もレースに関係ない話なんですが、キャンピングトレーラーワイルドウッド 178DB について、ちょっとご紹介したいと思います。はい、ということで人気の高いこちらのワイルドウッド T178DB のルームウォークをしていきたいと思いますが、その前に外回りを見ていきたいと思います。まずこの四角い箱みたいなところは外部電源になります。外で電気が必要な時に使えます。そしてこっちがテレビアンテナのコネクターですね。トレーラーの外でテレビが見たいという方はこれにつなげてください。でこちらのステップ、移動する際はこのように収納できるようになってます。これアルミ製なんですけど、個体によっては修理製のものがあったりですね、なぜか統一されてません。でここにあるのが清水タンクの挿入口です。キャンプとか出かけるときに、ね、ここからきれいな水を入れてタンクに溜めて出かけるって感じです。ここには給湯器があります。給湯器のスイッチは室内です。で、ここ数年のモデルからですねラダーがついたんで、屋根のメンテナンスとか便利になりました。でここが排水口です。こっちがトイレの汚水かな。それとシンクやシャワーから出る汚水と分けられてます。ここに、専用のホースをつけて排水する感じです。でここから出てるのが給電ケーブルです。このケーブルをコンセントにつなぐとトレーラー内の 100V 電源が使えるようになります。ただエアコンとかも使おうと思ったら結構な電力が必要なんで、 30A ぐらいは確保したいですね。だから発電機を使う時とかもその辺の容量を気をつけながら選ぶ必要があると思います。これはトレーラーの中のテレビで安定したシグナルが欲しい場合に、自宅とかの外部からアンテナを引っ張ってきて接続できるところですね。でこれが給水口ですね。ここにホースを引っ張ってくれば水道の水圧の力だけでいつでもトレーラーの中で水を使うことができます。もともとこういうホースがついてきたんですけどね、水道につける口の部分がアメリカ仕様やったんで、これはちょん切って日本のホースのやつに付け替えるのが一番簡単だと思います。でここにホースをカチャコンして、水道をひねるだけです。キャンプ場とか水道がない環境であれば、先ほど見せた清水タンクの中の水を節約しながら使う感じになりますね。これは冷蔵庫の排熱口で、こっちは室内を温めるガスヒーター FF ヒーターの給気と排気です。ほんでね、結構荷物入れるとこあります。土とか泥とか汚れたものをポイッと入れておけるのがいいですよね。ちなみにこの蓋はマグネットで止まるようになっているので便利です。反対側にも同じような扉がありまして、反対側とつながっているパススルー式ですね。サイトで使ったタープとか椅子とか、釣り竿とか長いもんでも入れておけます。これは安定ジャッキ。バッテリーとプロパンガスの設置場所はここになります。そして T178DB のジャッキは電動式です。さあ、全長739cm、 幅 249cm、 高さ 307cm、 一軸のトレーラーでいうとほぼ目いっぱいのサイズだと思います。さあ中入っていきたいと思いますが、その前にこの扉、風とかで勢いバーンって開いたり閉まったりしないようになってるんですよね。小さい子供とか相手も安心できる気の利いたギミックだと思います。はい、もちろん網戸もついてるんで風通し換気もバッチリです。ということでじゃん、中はこんなテイストになっております。さてこのソファーですが、3人掛けできるかなくらいのソファーですが、これをベッドに転換したいと思います。これでベッドではないです。
簡単。これでキングサイズぐらいのベッドになります。直すのも簡単。という具合に超簡単に、寝るスペースが出来上がります。次は前のベッド行ってみましょうか。二段ベッド。さあ、汚してはいけないんで、私物のブランケットも、やってみました。まあ、上の方が開放感あるんですけど、あえて下の方に入ってみたいと思います。余裕、めっちゃ広いです。これセミダブルぐらいあるのかな。もう一人ここ来れるよ。まあ、大人が4人食事するにはちょっと窮屈かもしれないですけど、無理ではないサイズの、このダイニングテーブル、これを今度ベッドに展開していきたいと思います。こんな感じです。てかもうこれでもええやん、ソファー。はい、わかります。僕176cmです。上は、そうやな、10cm じゃんぐらい、5cm ぐらいかな。余ります。余裕で寝れる。ここに1人、前に2人、後ろに1、2、2人。だからミニマム5人。まあ、ここ全然頑張ったら2人ずつ寝れるんで、そうすると7人、かなりたくさんの人が寝れることになります。室内の収納も結構あっちこっちにあります。エアコンは標準でついてますけど、テレビはオプションです。でバスルーム、洗面台と、なんと小さいけどバスタブもついてます。この広いキッチンには三つ口コンロとこのでっかいシンクがあります。電子レンジも標準、そしてかなりでかい冷蔵冷凍庫もついてます。ここがスイッチパネルになるんですけど、この下のスイッチを押すとですね、こうやってビヨーンと電動でオーニングが開きます。これかなりでかいスペースができるんで、キャンプ場とかで追加のタープとかはもう必要ないかもしれないですね。ということで、ワイルドウッド T178DB、ルームウォークしてきました。かなり設備が整っててですね、もう、まあ、これで生活しろって言われたら全然できるし、まあ、唯一ないとしたら洗濯機ぐらいかな。もうそれ以外は完璧です。まあ、僕のエアストリームみたいな、やつもいいんですけど、まあ、このように快適な、トラベルトレーラー、キャンピングトレーラーは素晴らしいと思います。でこれらのトレーラーは、牽引免許があります。例えばこの 178DB に関して言いますと、1890kg ありますので、牽引免許があります。牽引免許いらないのは、総重量が750まで。潜水タンク、181リッター。潜水タンクっていうのは要はシャワーの水とかシンクの水とか、で使う、まあ、シンクで洗い物したりとかする、要はタンクの中に溜めておけるんですけど、きれいな水を。それの容量は181リッター、かなり多いです。でグレータンクの容量は106リッター。要はグレータンクっていうのはシャワーで使った水が流れてった、では、シンクで洗い物した水が流れてった溜まるタンク、これも結構106リッターでかなりです。でブラックタンク、これはもうトイレのタンクです。汚水のタンクが
213リッターもあります。めちゃめちゃトイレできます。まあでもダンプステーションがねなかなか日本ではないので、まああまり使わない方がいいというか、もっと使った方がいいけど出すところがないので、まあもちろん自宅に、ダンプステーション作れるよっていう方はいいと思いますけども、まあ今回はこんな感じです。まあ多分自分がそうであったようにどうやって連結するんやろうとか、いろんな、疑問もあると思うんで、今後そういうところもビデオでしようと思います。ということで今回もレースに全く関係ない話を、大阪の泉佐野市にある HY スピードよりお届けしました。